待て、いや、わかった。あいつを視野に入れながら行きゃ怖くねえ。そうだ。そうじゃん。あ、待て、やば、怖い、全然怖い。めっちゃ怖い、怖いものは怖い。怖いものは怖い。検証結果、怖いものは怖い。もう終わっていい。もう終わったから。もうわかった。YouTuber らしい仕事した。怖いものは怖い。結局。出会い方なんて関係ないんだ。好きな人と出会った時、そのシチュエーションは関係ない。好きな人は、出会ったら好きになる、結局。そういうこと言いたかったです、僕は。これどうだ。やめろ。やめろ。やめろって、マジで。あ、ちょっとずつ消えろ、BGM を！パーって消えんな！怖いだろうか、視聴者が！俺じゃねえぞ！俺怖くねえから。視聴者が怖いだろうか。おい！あ、びっくりした。ああ、なんだ、ペットボトルがビコってなったら怖い！あと一個。危ないよ、なんかそういうとこって。あれじゃない？増水した川とかに行っちゃいけない理由これな。で、その、見てたら大丈夫って思うじゃん。でもね、危ないのよ、結局。何が起こるかわかんないから。いや、あるでしょ、たまに増水した川見に行こうぜって、絶対大丈夫だからって言ったりするでしょ。最近なんか小学生教師がね、小学生連れて行ったでしょ、氾濫。ああいうの近づいちゃダメなんだよ。だよ、ほら、こうやって襲ってくる、こうやって襲ってくるんだ。災害というのはいつ来るかわからない。だから常に用心しておくこと、絶対に用心する。近寄ってはならない。わかるか、わかるか、学べ、この背中から。おおい、待て、釣ってないか、釣ってない、危ない。回避スキルが上がって、ともつけたいけど、こわ、あー、おい、待て待て待っ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 て、ちょっと待って、ちょっと待って、ピエンさん、ちょっと、あ、ピエンさん、それ、うんじゅんじょけべん、ぷんぷけべん、これ、いける？いける？わからない、わからない、俺わからない、今ちょっとヘッドホン外してるから今終わりた、俺はもうやだ。もう二度とやんない、こんなクソゲーム。やんない、もう、やだ。終わりましたんで、皆さんまた、俺は、とりあえず、もう会社行きたいもん。俺次、来週一週間、会社行くかピエンドゲームやるかって言ったら会社行くわ。で、会社に対してポジティブな気持ちにさせてくれたこのゲームに感謝。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。